こんにちは、長塚漢方堂です。今回はアトピーの方の汗についてご説明いたします。アトピーの方が汗をかくと痒くなる方がいる一方、汗をかけるようになったら痒みが軽くなったという方がいて、どうすればいいのかと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。それでは東洋医学で考える汗の仕組みと、それによって起こるアトピーの状態について分かりやすくご説明いたします。体温が上昇してくると、皮膚にある汗腺という穴から汗を出し、それが蒸発される時の気化熱によって熱を奪われることで熱を下げ、体温を調整しています。その汗を出す仕組みには、門を開け閉めするように汗の穴を開いたり閉じたりして汗が出るのを調整する働きと、汗を穴から押し出して外に出す働きの2つによって行われています。この2つの働きが不調になることで、汗が出すぎたり汗が出なかったりなどの不具合になります。まずは汗が出なくて痒くなる場合をご説明いたします。通常ならば汗をかくような暑い状態になっても、汗をかけずにいると体には熱がどんどんとこもり、皮膚は巡りの悪い状態になります。痒みを起こす原因は巡りの悪さによって起こりますので、停滞したものをかくことで動かしてあげると巡りが良くなって痒みが楽になります。では汗がかけなくなる方によくあるタイプをお伝えいたします。体がほてって熱っぽい。体がほてっている状態は体の水分が足りないことで起こっています。体の水分が足りないので汗を作ることができなくなります。そのため汗をかけないことで体には熱がこもりやすくなり、しかも体の水分が足りないので熱は余計にこもってしまいます。さらに血液もドロドロして巡りが悪くなるのでかゆみになります。そのため六味丸、チバク地黄丸、小肉地黄丸、地陰効果湯などで潤いを増やし、汗をかけるようにして痒みを解消します。体が寒がりで冷えやすい方のタイプです。体が冷えて機能が低下していると、食べ物を吸収して体に必要な材料に変えることができなくなりますので、汗の材料も少なくなってしまいます。それと体の水分を巡らせているのは体の熱によって行われていますので、体が冷えていることでむくむなどのように水分は下の方に溜まりがちになる一方、体の上の方には水分が届けられなくなって汗が出なくなります。それだけでなく、汗の穴の開け閉めを調整する働きも冷えによって機能が低下してしまいますので、汗の穴を閉じたままになって汗が出なくなり、皮膚周辺の巡りも悪くなって痒みが強まります。このような方の場合には八味丸、五社腎気丸、四方三便丸、補中益気湯などで体を温めて機能を高め、巡りを改善することで痒みを解消します。次にストレスを感じることが多い方についてご説明します。ストレスが長く続いていると、筋肉の緊張によって体には熱が生じてきます。そのため体の潤いを乾燥させて汗の材料が作れなくなってしまいます。筋肉の緊張で熱はどんどん生じているのに、汗は出なくなって熱はこもってしまいますので、肌周辺では余計に乾燥して巡りを悪化させます。さらに汗を皮膚にまで押し出して送る働きがスムーズにいかなくなっても、汗は出なくなって熱はこもり痒みが悪化します。このような場合には西湖精漢湯、松風散などで気の巡りを良くして潤いを補充して痒みを解消します。次に汗が多くて痒くなる方の特徴をお伝えいたします。汗がダラダラと出ている。汗がダラダラと出ている状態は、汗の穴の開け閉めを調整する働きが不具合を起こすことで起こっています。汗の穴が開きっぱなしになっている状態は、門が開けっぱなしの状態と同じですので、内側から良いものは出ていきやすくなって、外側からは悪いものが中に入ってきやすくなって、皮膚の状態が悪くなって痒くなります。
このような方の場合、防陽二湯、大二犬中湯、補中益湯などで門の働きを高めることでかゆみを解消します。ストレスを感じることが多い。ストレスを強く感じていると筋肉が緊張して内側に力がこもってしまいます。そのため汗を押し出す力が強くなってしまいます。ちょうど緊張していると嫌な汗が止まらなくなるように汗が強い勢いで押し出されてくるような感じです。この時強い緊張で内側に力がこもり、その勢いで押し出されますので熱の勢いも強くなり、汗が出ていても熱は収まらず皮膚に熱が集中することで巡りが悪くなります。さらに巡りの悪い状態が続くとドロドロしたものに変化してかゆみが強くなりますので、神逍遥散、大柴胡湯、龍胆石灰湯などで筋肉の緊張による熱やドロドロを解消します。体がほてりやすい。体が熱っぽい状態は体の乾燥によって起こると先ほど言いました。その体の乾燥が筋肉を過剰に緊張させて汗を押し出す働きが強くなってしまうと汗が出るようになります。しかし体は乾燥していて熱はこもりやすく、さらに筋肉の緊張によって熱は強まりますので巡りが悪くなって痒くなります。この場合には六味丸、チバク地黄丸、小肉地黄丸、地陰効果等などで体を潤すことによって筋肉の緊張を緩め痒みが解消します。ではまとめです。ご紹介したように同じ原因が人によって汗が出る原因となったり汗が出ない原因ともなります。その原因となる不具合がアトピーの汗によるかゆさを引き起こしています。汗自体がかゆいというよりも汗の調整している働きの不具合がかゆみの原因になっています。そのため不具合が正されることで汗が出なかった方が出るようになってかゆくなくなるということや、汗が出過ぎていた方が汗の具合が良くなってきてかゆみが軽くなったということが起こります。ですから不具合の方を治すことによってアトピーのかゆみが解消されます。今回は以上です。最後までご覧くださいましてありがとうございます。このチャンネルでは体質を整えて肌を内側からきれいにするための方法を漢方薬、気功、自然療法の教えからお伝えしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ブログでも情報発信していますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。